こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は損益分岐点売上高についてお伝えします。自社の目標売上高をですね、いくらに設定すべきかということについてですね、悩んでいらっしゃる社長さんというのは意外と多くいらっしゃるんですね。そんな時にですね、役に立つのがこの今日お伝えします損益分岐点売上高になります。この損益分岐点売上高という言葉はですね、聞いたことがあるという方が多いと思うんですけども、詳細についてはですね、よくわからないという方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、今回はですね、この売上の目標設定ですとか、あとは損益改善にも役立てることができますこの損益分岐点売上高についてですね、お伝えしますので、ぜひですね、ご参考としてください。はい、ということでですね、今回は損益分岐点売上高についてお伝えします。この損益分岐点売上高というのはですね、損益がトントン、プラスマイナスゼロになる売上高はどこなのかということを、計算するものなんですけどもね、いわゆるこの赤字と黒字の分水嶺になる、売上高を把握することで、目標とすべき、売上高を計算することができるということになります。計算式の方はですね、固定費割る、括弧1マイナス変動比率っていう、計算式で計算するわけですけども、この計算をするためにはですね、まず自社の固定費とあとは変動比率を把握しないと、計算ができないということになるんですけども、まず変動比率をですね、知るためには、自社の変動費は何か、これをまず把握することから始めます。一般的に売上原価となる商品ですとか、あとは材料、こういったものの仕入れ代、これが変動費の代表例ということになりますけども、その他にもですね、外注費ですとか、あとは販売手数料、こう一つ販売したら何パーセントの手数料かかりますよみたいなものですね、こういった販売手数料、あとはフランチャイズに加盟している会社さんなんかはですね、FC 本部に払いますロイヤリティ、こういったものがですね、変動費としては有名なものになってきます。でこれらを抽出しましたら、売上高割る変動費という計算式を使うと、売上高に対する変動費は一体何パーセントなのかっていうところで、変動比率っていうものが分かります。そしてその変動費以外のものですね、これをすべて固定費としてですね、計算するんですけども、中にはですね、固定費といってもですね、厳密に言えば売上高が増えていきますと、それに応じてこう経費も増えるというものも中にはありますよね。例えば水道光熱費とか、あとは電話代、こういったものは売上が増えて忙しくなってくると、それに伴って増えていくっていう傾向にあると思うんですけども、こういったものはですね、いわゆるこの売上の増加とダイレクトに関係するような直接的な関係にはないということになりますので、ここはですね、割り切って固定費として考えて計算するということが一般的かなというふうに思います。こんな感じでですね、変動比率と固定費を把握できましたら、先ほどの計算式、固定費割る括弧1マイナス変動比率、この計算式に当てはめて損益分岐点売上高を計算するという流れになります。ここはですね、具体的な例を使って説明する方が分かりやすいと思いますので、例えばですね、固定費が1億円ある会社、そして変動比率が 60% の会社さんの損益分岐点売上高はいくらかというふうに計算しますと、計算は1億割る括弧1マイナス 60% という形で計算しますよね。そうすると答えは2億5000万円という形になります。つまりですね、この会社さんは2億5000万円の売上を稼ぐと、利益がトントンになるということですね。2億5000万円の売上に対して 60%、変動比率の 60% を計算すると、1億5000万円になりますよね。この1億5000万円がいわゆる変動費ということになります。でこの2億5000万から変動費1億5000万円を引いた利益、これを限界利益と言いますけども、これが2億5000万引く1億5000万で1億円になりますよね。でそこから固定費の1億円を引きますので、限界利益の1億円引く固定費の1億円で利益がゼロ、トントンということになります。つまりですね、この会社さんは2億5000万円以上の売上を達成することができればですね、黒字になれるということですね。こういった形でですね、損益分岐点売上高を把握することができると、自社の目標売上を設定しやすくなるという効果があります。でここからがですね、ちょっと発展編になるんですけども、ちょっと注意していただきたいことがあるんですね。
この損益分岐点売上高、先ほど計算した数字はですね、あくまでも損益がトントンになる売上高になりますので、それをね達成すればその会社のお金の出入りもトントンになるのかと言いますと、そういうわけとはまた違うんですよね。例えばですね、銀行さんから融資を受けているというような、会社さんなんかはちょっとここはね要注意なんですけども、銀行の返済はですね利益から返済しますよね。もっと言えばキャッシュフローから返済するんですけども、ここはですねちょっとシンプルに利益から返済すると、しますとですね、仮に利益がゼロですとですね、返済するお金が残っていませんので融資の返済分ですね、お金がマイナスになってしまうっていうことになるわけですね。なのでちゃんと返済もできる売上高はいくらなのか、これをですね計算しなきゃならないわけですけども、そのためにはですね固定費にこの返済額をプラスオンして計算してですね、でその上で損益分岐点売上高を計算しないと、損益上はねトントンだけども返済に足らなくてですね、資金が枯渇してしまうっていうねオチになってしまうということになりますので、ちょっとねここは注意してもらいたいなというふうに思います。あともう一つですね、もうちょっと細かいことなんですけども、融資の返済だけではなくてですね、資産計上される保険に加入しているという場合もですね、これ要注意になります。積立型の、生命保険ありますよね。あの中にはですね、損益計算書の保険料という経費科目には計上されずにですね、貸借対照表の資産、いわゆる保険積立金という科目に計上されるというものが、中にはあるんですね。こうするとですね、いわゆるこの保険料が損益計算書に含まれていませんのでね、これを見落としてしまいがちなんですけども、こうした保険料もですね、ちゃんとこう固定費に含めておかないとですね、生命保険の保険料の支払いが足らないと、こういったねことが起きてしまいますので注意してもらいたいなというふうに思います。これ自社の、保険料がどんな会計処理をされているのかということが、分からないケースもあると思うんですけども、そういった場合はですね、顧問の税理士さんですとか、あとは保険の、担当してくれている方にですね質問して、相談してみていただけると、分かるというふうに思います。こうした、実際のお金の出入りもですねこう意識して計算するということがですねとても重要なことになります。損益計算書には出てこないけれども支払わなければならないものっていうものもありますのでね、そういったものも含めて損益分岐点売上高を把握するということをですね意識してもらいたいなというふうに思います。こういうことを言い出しますとですね、詳細に計算するんであれば例えば減価償却費ですとか、あとは税金のことも考えなきゃならないよねとかって、いろいろと細かいことも出てくるんですけども、まずはですね大まかに把握するためにですね、今回お伝えしたようなことをですね意識して計算してもらえたらなというふうに思います。以上ですね、今回は損益分岐点売上高についてお伝えしました。ぜひですねご参考としてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。